情けないの一言です。今日得点取ったのがセンターバックの2枚ですよね。あとフォワードは何やってたんでしょうねっていうところも含めですけど、まあ、どこのポジションでも点が取れるようにっていうことは引き続きやってたんですけど、やっぱり最後ゲーム決めるところがフォワードであってほしいな。でそれを何試合ずっと無得点のままで自分たちは過ごしてるんだろうなっていうのをあのミーティングで言いましたが、今日もフォワードが点取ることができなかったです。実りが怪我で退場したっていうことは、まあ、あのゲームプランの中で前半でっていうところはもしかしてあるかもしれないっていうのもみんなの中で分かってはいたと思うんですけど、そこをやっぱり入った林は国体でかなり成長して帰ってきたので、あの思い切って使いましたが、人を動かすってところがやっぱりなでしこリーグで今年ですよね、あの初出場だったので時間はかかるかなと思ったんですが、また後の小沢もちょっと疲れてきてたので、大沢を入れたんですけど、まあ、そこの采配ミスだったなっていうのが今日は私の責任かなと思います。大沢がはまらない、林がまだ安定しない、結局そこの右サイドを使われて2失点したので、そうですね、まあ、本当に気持ち切り替えてやらないと、この、まあ、今日からって話をしたんですけど、この残りのリーグ戦がどうなるかっていうのは皇后杯につながるんだよっていうのはあるので、もっともっと先のことを見据えて早く自分たちが何が足りないのか、何が意識できてなかったのかっていうのをもう一回もう本当に基礎から徹底して判断のところの準備をしていきたいと思います。